開口一番夢一番ラジオラウンドテーブル。この番組は後楽園花春酒造の提供でお送りいたします。ラジオ局の皆様お元気でしょうか。大和田方です。開口一番夢一番ラジオラウンドテーブル、この番組は後楽園会長花春酒造社長新田伝さんとともにお送りしています。新田さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お約束しました通り、はい、花春酒造の当時です。柏木純子さんがゲストでございます。柏木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、新田さんからちょっと柏木さんを紹介していただいてよろしいですか。はいはいはい、はい、我々、花春酒造を引き受けるにあたってですね、はい、3年前だったんですけどね、その少し前に女性杜氏がいるって話は聞いておりました。はい、で残念なことに、うん、私が経営を引き受けて、行った時にはもう辞められていなかったんですよね。はいはい、でやっぱり酒造り、その杜氏がいないとね、全くの我々素人ですからね、はい、やっぱ杜氏がいないと、柏木さんから指導を受けた若手はいるんですけども、やっぱりこれぞといった決め手がやっぱりないんでね、はい、どうしてもこれは柏木杜氏に、うん、花春にもう一回戻ってもらいたいということで、はい、うちの佐藤っていう専務がね、2年間、うん、柏木さんに近づいて2年がかりでようやく口説いてですね、そうですか、花春に来ていただいたと。ですからやっぱり非常に今安心しております。こういう酒を作ってほしい、ああいう酒を作ってほしい、で全部そういうものをイメージして作ってくれるわけですよね。ああ、柏木さんが、はいはいはい、ですからやっぱりそれは杜氏がいないとね、いい酒っていうのはなかなか難しいなと。で逆に今来てこれからいろんな酒もつけると、うん、そういう中でね、当然いろんな蔵元にとっての励みとなる賞があるわけですからね、やっぱりそういうところで金賞を取りたいとか、ね、はいはい、いう夢も膨らんできますしね、うん、大変いいタイミングで来ていただいたんじゃないかなというふうに思っております。 はい、ありがとうございます。花春酒造当時の柏木純子さんです。柏木さんが会津ご出身でよろしいんですか。はい、はい、会津若松市で、はい、若松出身で、はい、もう小さい頃から日本酒飲んでたんですか。そんなことはありません。あ、そんなことないんですか。はい、なんでまた花春酒造にお勤めになって、はい、その後一回まあお辞めになるわけなんですが、はい、また戻ってきて、はい、で杜氏って言ったってなかなかの酒の世界って男の世界じゃないですか。はいはいはい、ね、はい、女はこう入ってきちゃダメみたいなね、はい、そういう中でね、はい、今頑張ってらっしゃるんですが、まずなんでその花春酒造に最初お勤めになったのか、その辺から聞かせてください。特に酒屋さんに入りたいっていう希望はなかったんです。はい、ただ大学を卒業する時点で地元の企業には戻って、まあ、地元に就職しようっていう気持ちは、はい、はい、ありましたので、その中で、まあ、食品関係の仕事というのを探してて、たまたま本当に偶然花春と出会ったような形で就職いたしました。はい、そうですか。ですからそれまで日本酒は全く口にしてませんでしたし。あ、そうですか。はい、なるほど。じゃあ花春酒造に入って最初どんな仕事してたんですか。はい、事務ですか。いえ、私は研究室で、はい、そのお酒の分析ですとか、酵母の培養とか、そういったことをしてまして、はい、うん、それが結局酒造りに興味を持つ職場とか、そこに毎日もろみの分析を蔵に取りに行くんですね。ああ、なるほど。そのサンプルを、はい、でその蔵に取りに行くのがきっかけで蔵に出入りすることができたので、はい、その蔵で何を作ってるんだこの人たちは何を楽しそうに仕事をしているのかなって、こんなにいい雰囲気で酒を作ってるんだったら私もやってみたいなって思ったのがきっかけでした。どんな風にいいなんか環境だったんですか、皆さん。楽しそうにっていうの。仕事をしてるときはやはりすごい緊張している空気が蔵の中に張り詰めてるんです。でしょうね、はい、でその仕事を一旦仕込みが終わって休憩入るんですけれども、うん、はい、その入った時の蔵の人たちの表情ですか、
がすごくいい表情なさってて、すごく仲良さそうにお話しされてて、なんかそれが今まで自分がこう経験したことのないような雰囲気で、私もこの輪の中に入ってみたい。でもちろん女性もいなかったんですけど、まあ、そんなことを全く気にせずいろいろやってみたいってその時思いました。へいわゆる蔵人になりたいと、はい、いうことですよね、はい。でもすぐに受け入れてくれました、当時の花春酒造さんは。当時はあの蔵に女の人が入ってはダメ、まあ、女人禁制ということで断られました、はい。どうやって説得したんですか。社長の代が変わったんですね、で社長の息子が社長になった時点で再度お願いしまして、はいはい、で最初は本当手伝い程度の感じで蔵に入ってたんですけれども、出産後ですね、でそれをきっかけに本格的に蔵の方に入れるようになりまして、そこからあとはもうひたすら当時にいろいろ教えてもらい、他からもいろいろ教えてもらって育てていただきました。へえ、そうやってみんなを説得して、いやでもこの仕事はめちゃくちゃ面白いなと思いましたね。素晴らしい仕事なんだなって、はい、思いました。最初はどうですか、ニーナさん、今の柏木さんの話聞いて。なかなかね、例えば、はい、非常にお酒っていうのはね、はい、いろんな酵母菌があるわけでしょ、例えば仕込む時に納豆を食べて入ったんではダメなんですよね。絶対ダメでしょうね。絶対ダメですよ。そのくらい、はい、敏感なところがありますので ね、だからそこでよく女性で会いながら、はい、今の地位を築いてこられたなと、やっぱ努力でしょうね、そうですね、はいはいはい、その中でまた杜氏っていうのは別の段階じゃないですか、はい、その杜氏を自分が志したっていうのは、これはもう酒作りたいっていう意思ですか。そうですね、はい、まあ、志しては、まあ、正直は杜氏になりたいという目標はなかったんですけれども。そうなんですか、はいはい、ただもうひたすらいいお酒を作りたい、うん、他ではこういうお酒が売れている、うん、だったらうちではこういうことをしてもっといいお酒を作っていこうっていう、うん、そういう気持ちがありましたので、うん、気づいたら、まあ、ここにまで来てたというか、そんな感じです。はい、そうなんだ、はい、うん、あ、他の倉本さんはこういうものを作ってるし、はいはい、それと同じようなものじゃなくて、うちはうちで花春独自の、まあ、はい、そういうのも、はい、ありますし、ただどうしても、まあ、蔵が大きいせいもあったんですけど、うん、こうちょっと遅れてる部分があったんですね。どういう花春、まあ、お酒の当時か、まあ、うちは普通酒ですか、普通酒がメインの蔵だったんですけれども、はい、私がもう酒造りを始めた頃は小さい蔵はもう純米酒に切り替わっていたんです、はい、メインとなるお酒を。そのスタートが花春酒造はちょっと出遅れてしまったので、はいはい、質のいい純米酒をこれからどん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 作っていかないとっていう思いがありまして、うん、少しずつそのいいお酒の自分でこう飲んで美味しいなって思ったら、それをイメージして中身を変えていく、そういったことをしてきました。ああ、はい、そうですか。先週ちょっと、まあ、新田さんに、挙げていただいたんですが、全国の燗酒コンテストでね、はいはい、濃純純米に選ばれたものと、それから辛口、はい、純米酒がですね、はい、ぬる燗と熱燗それぞれ受賞してますよね、はいはい、これぬる燗熱燗って温度的にはどのぐらいのものを言うんですか。ですね、ぬる燗は40度ぐらいで、はいはい、で熱燗になりますと50度ぐらいで、はい、ニラさん50度って暑いですね。すごくかなり安いですよね。でもまあラーメンなんかはね、はい、あれやっぱり、80度くらい、それを割ってくるとあんま美味しくないんですよ、あれ、うん、でそれ考えると熱燗というのはそういうものなんでしょうね。なるほどね、はい、だからもうとにかく80度割ってきたラーメンはうまくないですから、うん、あ、そういうもんですか、はい、だから80度台ですね。なるほど、そういうふうに考えるとやっぱり熱燗ぬる燗のそれぞれの設定された温度というのは分かるような気がしますね。なるほどね、はい、そこが長年の経験上うまい温度なんでしょうね。なるほど、はいはいはい、ぬる燗は40度ぐらい、熱燗は50度ぐらいという、はい、当時の柏木さんの、
ね、紹介でございます。さあそれでは、柏木さんに1曲、ね、リクエストいただきたいんですが、はいはい、何がよろしいですか。ですね、はい、私が、まあ、花春酒造に入るきっかけというか、まあ、大学時代にいろいろ経験して花春酒造に入社することを決めたんですけど、はい、当時その大学時代の時に聴いていた大好きな曲で岡本真代さんの Tomorrow という曲をお願いします。わかりました。それではお聴きいただきましょう。柏木純子さんのリクエスト、岡本真代さんの Tomorrow です。岡本真代さんの Tomorrow をお聴きいただきました、はい。今日はゲストに花春酒造の当時の柏木純子さんをお迎えしていますが、やっぱりあの皆さん、はい、女性の当時の方ってこう、ええ、あのものづくりには繊細だっていう、その繊細さが今日は伝わってきましたね。そうでしょうね、うん、やっぱりあのいい加減なことはしない結構やっぱり男子の場合はね、そこら辺あの荒っぽいところありますから ね、 そ, うですね、それはもうそういった点では大変いい酒造りに欠かせない人ですね、うん、なるほど、はい、そうですね、はい、あの来週も柏木さんいろいろとお話を伺いますのでね、はい、夢なんかもどんどん聞いていきますので、はい、よろしくお願いしますね。よろしくお願いいたします。はい、開口一番夢一番ラジオラウンドテーブル、この時間は後楽園会長花春酒造社長新田伝さんとともにお送りしています。ゲストは花春酒造当時の柏木純子さんです。来週もぜひお聞きください。開口一番夢一番ラジオラウンドテーブル、この番組は後楽園花春酒造の提供でお送りいたしました。